回のチャンスでは凡退も、走者として貢献。ヤンキースドジャース、日時間8日、ニューヨークドジャースの大谷翔平投手が7日、日時間8日、敵地で行われたヤンキース戦に、2番、指名打者で出場。両軍無得点の延長11回、タイブレークの二塁走者として登場し、均衡を破るフォームを踏んだ。延長10回2試1、2塁の第5打席では1ゴロに倒れ、バットでは貢献できなかったが、足で見せた。11回は二塁走者として登場。2試1、2塁からテオスカー・ヘルナンデス外野手の左中間を抜ける安打で悠々と生還。一塁走者のフレディ・フリーマン内野手もホームインし、ほっとした表情でハイタッチを交わした。試合は山由伸投手が7回無失点でヤンキース打線を封じ込めたが、ドジャースも9回まで3安打に抑え込まれていた。フルカウント編集部。